先日、安い時計を買いました。古い時計はホットケーイ。難品親父です。本日のテーマは、利回り4.1%、PER6.9 倍、ROE19.4 倍、証券コード5713、住友金属鉱山をご紹介いたします。住友金属鉱山。 証券コード5713でですね、冒頭のサムネに書いてありました通り、利回りが4.14%で,ですね、PER6.9 倍と割安な数値で PBR も1.34倍です。で、さらには利益率を示す ROE、ROA もですね、今期は8.94%ですけども、 2022年3月期決算ではどうやら19.4%になるということで ROA もですね12ということで非常にですね利益率が高くなっている注目の銘柄でありますそんな住友金属鉱山ですけどもどんな会社かと言いますと 資源、精錬、材料等ですね、こちらの3事業を連携、ビジネスモデルを生み出される競争優位は、住友金属鉱山グループの大きな強みということで、こちらの3事業をです、ね、主に行っている会社です。3事業連携から生み出される競争優位ということで、調達リスクの大幅な低減です、ね、あと安定供給、 あとですね、一貫した自社内でのサプライチェーンによる品質等のトレサビリティの実現ということで、最近ではですね、鉱石から電池材料まで一貫して作り、パナソニックに卸してですね、アメリカのテス,タテスラですね、テスラなどにもですね、納入している会社であります。そんな3事業の売上構成費。 精錬が66.6%、材料が20.3%、資源が12.2%となっており、資源がです、ね、非常に高い利益率51.39%と、ほぼ資源で半分以上の利益を出しているというところの、えー、が非常に注目のポイントでありますが、精錬が売上66%に対して利益8%と。 とということでどうやら精錬と資源です、ね、こちらが鍵になってきそうです。海外売上高飛構成ということで、日本が47.8%、その他22.2%、米国16.7%で、中国も13%ありますで、その他というところがです、ね、鉱山を仕入れる、ペルーですね。 こちら、あとチリのです、ね、鉱山などですねこちらが占めております住友金属鉱山の主な数値を見ていきます先週の終わり値、ね、6236円時価総額1.7兆円 PER6.9 倍 PBR1.3 倍 ROE 今期は 7.4%ROA4.6% 自己資本比率62.1%ですし まあ株主に住友、ね、金属鉱山、あとですね、トヨタ自動車が名を連ねているところも押さえておきたいところです。で配当利回り4.1%で、配当成功35.1%と、配当成功もです、ね、一貫して30%から40%程度をです、ね、目指しているという会社であります。そんなスミトム金属鉱山売上高の 通期の業績予測、今期どうやらですね、好調で1兆2110億円ということで、前期比30%アップ、最終利益も2.6倍で、今期決算発表5月10日の数値もどうやら良さそうでありますし、1株当たり配当ですね、こちらも大幅アップという予測になっております。 3ヶ月ごとの決算も見ますと、ですねコロナ禍で20年度、非常に苦戦しましたが、21年度、すぐ回復し、現状も好調であります。これらの理由としてはです、ね、まあ、資源高というのもです、ね、背景にあるようです。財務の方、自己資本比率58、58%から62%に上がってきております。総資産、自己資本、常用金も上々に増えてきております。 キャッシュフローの方ですね、営業キャッシュフロー、えー、潤沢にありますし、フリーキャッシュフロー、こちらの方もですね、19年度、ちょっと投資がかさみましたが、な、え、ん、ー、ら問題ない数値だと思われます住友金属の長期ビジョン、今後というところを見ていきます、まあ、資源開発会社ということで、資源精錬材料なんですけども、世界の非鉄リーダーを目指すということで。 この非鉄金属というのは金や銅、ニッケル、亜鉛、あとですね貴金属というところになります。でこちらがですね、えー、生産量、ですね。あとはまあ検疫分。 生産量の目標となっており、徐々に増やしていきたいというところになっておりますし、利益が一番多い材料ですね、こちらもですね税引き前、利益250億円の実現を目指しておるというふうになっており、これがどれぐらいの割合で増えているかというところを見ていきます。先ほどの利益を上げるためには、こちらですね、鉱山。 あと、ニッケル材料事業ですね。棒グラフにすると、まあ、鉱山、意外に増えて、利用で増えてないんですけども、まあ、23万トンから30万トンですね。あと、セグメント利益、230億円の利益から250億円に増やしたいということで、あとはですね、電気自動車に使われる電気制極材生産量、こちら。 先ほども言いましたがテスラ、それからパナソニックに卸しておりパナソニックといえばトヨタ自動車ですので、えー、トヨタ自動車にもです、ねえー、電気自動車、えー、これからです、ね、盛んになってくると思いますのでこちらも注目です、えー。業績の試算ということで17年度からバーっと乗っておりますが注目はですね この銅、ニッケル、金、為替ですね。こちらが住友金属に追い風になっているということで、資源高を受けまして、徐々に値が上がってきております。ニッケルも銅も金も徐々に上がってきております。で、金は最近ちょっと落ち着きましたが、22年度も上がっております。で、為替もですね、現状もう120円超えておりますね。ですので、こちら非常に追い風になっておりますが、逆を返せばですね、 こちらの相場が下がれば、非常に住友金属にとってはです、ね、向かい風になるというところは、押さえておきたいです。はい結論とまとめです。為替、LME というのはです、ね、銅などの市場の価格を決めるところですね、あと金、価格、外的要因が追い風にしばらく業績は良いと考える。 数値的には割安感あるということで、PER ですね、こちらも6.9倍ですし、利回りも4%で利回りをし、利益率も高いが、外的要因やカントリーリスクで一変するので注意が必要だが、 非常に魅力的な銘柄であることには変わりないということで、サムネにもありました通り、PER が6.9倍、リマーリー4%、あとは ROE ですね、利益率、こちらも19%ということですので、来期ですね、まず決算の5月13日が非常に注目なんですけども、どうやら良い数字が出てきそうですので、その前にですね、私、押さえたいところなんですけども、 株価が6236円と、まあ、100株買うとです、ね、60万円と、ちょっと割あの手が出づらいということで、私、最近ハマっているマネックスのフェルシーで1株ずつ抑えてです、ね、最近ではネオモバにも手を出しております、こちらも手数料、非常にお得になっております、どちらかで抑えていきたいなと思います。 本日は数値的に非常に魅力的な住友金属鉱山をご紹介いたしました住友、ま、金属鉱山株価が6236円と、まあ、大型に入るかと思うんですけども大型株もですね手が出ないよという方もワン株から始めてみてはいかがでしょうか私もワネックスのヘルシーネオモワで最近ですね今まで買えなかった大型株を少しずつ買っております ぜひ皆さんの近況などもコメント欄よりお寄せください。あと、チャンネル登録、ぜひお待ちしております。あとですね、まあ、リクエスト銘柄、あとは、私に対するコメント、ぜひお待ちしております。本日は以上です。南品おやじでした。